はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションフット比べ編。この動画シリーズでは、足で比べを鳴らす、いわゆる足蔵について、1から、いや、0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回の動画で、この足倉の基礎知識について解説しましたので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。では、今回からですね、具体的なレッスン、練習メニューに入っていきたいと思います。はい、用意していただくものはですね、足倉 ペダルと比べとみんなが各自やっている楽器ですね。カホンをやっている方であればカホンコンガをやっている方であればコンガで。ドラムセットをやっている方であればね、ドラムセット。あるいは練習パッドなど用意してください。で楽器がちょっと用意できないとかね、鳴らせないという方でも大丈夫でございます。まあ、ペダルがなくても床を踏んだり、手を叩いたり、膝を叩いたりすることで、えー、十分練習することができますので、そのようにやってみてください。 はいでは概要だけざざっとまず説明しちゃいますけれどもクラーベには大きく3つの種類3つのパターンがありますはいまず一つはベンベベンクラーベはい86とか8分の12拍子で書かれるようなリズムアフロ系のクラーベですねはいで2つ目はルンバクラーベ べんべくらべと、まあ、似てるんですけれども、いわゆるルンバで、えー、叩かれるようなくらべで、一番ね、ソロを取ったりするときに踏まれることが多いのが、このルンバくらべだと思います。はい。で、3つ目は、ソンくらべですね。はい。タ、タ、タ、うん、タ、タっていうね、一番わかりやすいというか、ポップなくらべが、ソンくらべになります。はい。この3つを一つずつ、 レッスンしていく、えー、できるようになっていくわけなんですが、えー、それ以前にね、まず足を使ってペダルを踏んで、こういう基本的なテンポキープ、リズムのタイムのキープができるっていうことが重要になります。はい。で、まずはね、ここから、まあ、本当に初歩の初歩からね、やっていくので、えー、比べパターンを踏むとか、それ以前に、この足でちゃんとこう、一定の。 リズム、タイムをキープするっていうことを目指します。で、今回できるようになっていただきたいのは、1、2、3、4、1、2、3、4っていう、4カウントで、まず1と3で踏む。1、2、3、4、1、2、3、4、h r e e four。はい。え、これをキープできるっていうことと、もう一つはですね、2と4。逆ですね、今の。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。いわゆる裏に、 当たるる位置でで踏んでキープすっはい。まあ、むっちゃシンプルなんですけれども、これができないと、みたいな複雑なパターンキープするの難しいですから、まあ、馬鹿にせずにね、えー、今回はまずはこの1,3,1,3っていう表と1,2,3,4,2,3,4っていう裏のキープができるっていうのを目指していきます。はい。で、このペダルの バネの強さとか傾き具合はどういうふうにしたらいいですかというご質問をいただいたんですけれどもこれはもう完全にね好みですえもう自分が好きな踏みやすいセッティングにしていただければ構わないんですけれどもえ一つの目安としてはですね今回やるワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーワン・ツーってこう一定のリズムを刻んでいるこの刻みがですねもう1時間ぐらいずっとワン・ツー・スリー・フォー これがずっと続けられるぐらい、えー、楽に踏めるといいかなと思いますつまりこうね「えい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 」えいえいってこう足裏を踏むためにエネルギーを使いすぎない方がいいっていうことですねできるだけ楽に踏めた方がいいので僕はどうしてるかっていうとですねもうむちゃくちゃ緩くしていますスプリングもまあ一番弱くしているし傾き具合もなるべく えー、このダメに近づくようにしているっていう感じです。で、僕の場合はヒールダウン、えー、かかとをついた状態で、つま先の方で、少し傾けるだけで、鳴らせる。まあ、本当にね、超軽いペダル状態にしています、えー。この方が長く続けられると思いますし、踏むことに対してね、 あんまり意識を向けなくていいので、僕はそのようにしておりますけれども、えー、一つの参考にしていただければと思います。はい。で、やってみて、まあ、長く続けられるっていうことと、楽に踏めるっていうことね、判断基準にセッティングしていただけるといいかなと思います。はい。はい。では、表、1、2、3、4の1、と3に鳴らしていきましょう。で、今、ペダルがない人はね、床を踏んで練習してみてください。で、やり方なんですけれども、まず口でカウントします。 ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スフン、トを口でカウン、トしていただいてそれに対してフット比べを合わせるようにしましょうつまりォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、はい。で、えー、ポイントとしてはね、メトロノームとか音楽とか一切鳴らさずにやりましょう。えー、最初のうちはね。最初のうちは自分のカウント、この自分のテンポでちゃんと

で、今やっただけでもね、疲れちゃったっていう人は、なんかペダルのセッティングが悪かったり、このペダルの位置がね、自分と合っていない可能性があります。で、これ人によってやりやすい位置ってね、違うと思います。最適なポジションというかね、セッティングって。なので、いろいろ試してみて、近くしたり、遠くしたり、自分のこの座り方を、後ろにするのか、前にするのか、どういうふうに座ったら楽に足が使えて、かつ上半身もね、 自由度高く使えるんだろうっていうのね、えー、常に考えながら、えー、自分でレベルアップしていただきたいと思います。はい。ではもう一回いきます。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツはい。では今度はですね、これに手を加えていきます。はい。まず楽器を鳴らさなくていいので、ハンドクラップ。 手を叩きますはい。えー、それぞれね、ワン、ツー、スリー、フォーのワン、ツー、スリー、フォー、それぞれの位置で叩いていきます。ちょっとやってみますけども、まずワン、ツー、スリー、フォーのワンで叩きます。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、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 はい。なんとなく見えてきましたか足をキープしながら手を変えていくっていうやつですね。はい。次、ツーで。 拍手してみますせーのワンツーフィーフォー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 ワンツになります。はい。じゃこれをね、えー、一緒に。 見ながらやってみてください。まず、ワンをしばらく繰り返します。せーの、はい。ワン、ツ <noise> ー<声>、スリー、フォー、ワン、ツー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 、スリー、フォー、ワン、はい。 次、2いきます。せーの。ワ、はいね、ン、トゥー、ティー、フォー、ワ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 ン、トゥー、ティー、フォー、ー、ワー、ティー、フォー、ワン、トゥー、ティー、フォン、トゥー、ティー、フォー、ワン、トゥン、

1, 2, 3, <everyday> はいお疲でした、はい、今やりましたワンスリーを足でキープしながら手ではワンツースリー。 どの位置でも好きな位置で叩ける鳴らせるっていうのが大前提になります。はす、い、べての基礎基本になりますので、まずはこれが完璧にできるようになりましょう。はい。今ちょっとやってみて使えちゃったなとかなんかよくわかんなかったなという人は、ちょっとねもう空いてる時間で構いません。いじちこう楽器を用意しなくて構いませんので、ちょっとこう椅子座った時にワンツースリーフォーワンツースリーフォーとかね。 足でリズムをとって、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ょっとずつちょっとずつでもやっリいただいてこの足と手をずらしていく足をキー、しながらいろんなリー、フくっていうのに慣れてみてください。フォそんなの余裕でできるよという方はリー、スリー、スリー、ス度を上げていってほしいんですね。 今ハンドクラップってこう両手で手をたたいたと思うんですけれどもこれを右左交互でやってみるとワンツースピーフォー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 ワンツ この右左交互になるだけでも若干難易度が上がると思いますので、えー、自分でね、こう、手拍子するのか、右左交互にするのか、左から始めるのかとかね、いろいろレベルアップをしてみてください。で、楽器が良い、できた方は、楽器でやってみると。 ワン、ツー、フィーフー、ン、ツー、no、フィーフォー、ワン、ツー、フィーン、ツー、フィーフォー、ワン、ツー、フィーフォー、1, 1, ワン s, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,、ツー、フン、ツー、フィーフォー、ワン、ツー、フィーフォー、ワン、ツー、フィーフォー、ー、ン、はい。ええー、まあ花本だったらこのようになりますし、今がだったらね、同じように、今言ったワン、ツー、ツー、ー、フォーのアクセントの位置をずらしていくように練習してみてください。 はいいかがでしょうかもうなんとなくね、気づいてると思うんですけども、これすっごいね、地味なんですよ。だから、こういう地味な練習はね、好きな人じゃないとなかなか苦行かとは思うんだけれども、なんとかね、えー、自分で楽しさを見いだしていただきたいっていうところです。はい。じゃあ次はですね、裏をやってみたいかなと思います。ワン、スリー、表が、えー、ちゃんとできたよという人は、今度は裏でやってみる。つまり、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、ぱうん、ぱっていう。 えキープをしながら手で叩きます。ワン、ツー、フィー、フォー、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 はい。 はい。というわけで、今回は一旦ここまでにしたいと思います。はい。今回の内容をまとめると、まず表、ワン、3ー、スリー、フォーの1と3,1,2,3,4,1,2,3,4キープしながら、手拍子の位置をいろいろ変えていくっていうのと、その逆ですね。1,2,3,4,1,2,3,4裏で、えー、手拍子を変えていくというのをやりました。で、これが本当に大前提になりますので、これを徹底的にやり込んで、えー、慣れていただければと思います。はい。で、そんな余裕でできちゃうよという方はね、 例えば、まあ、この、比べの足だけではなくて、何か違う、タンバリンとかね、ハイハットとか踏んで、ワ、えー、ンプルな、ね、ツ、えー,キープするとか、ス、え、リー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ン、ツー、スリー、フォー、ー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォのキープをするとかね、 足を増やしてやっていただいても構いません。まあほにね余裕がある方は。であとはハンドパーカッションだったら音色が変えられますよね。例えばオープンとスラップみたいにして例えばワン・ツー・スリー・フォー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 こういう風に音色を変えるのもまた一つ。 難易度が上がるレベルが上がると思いますのでこういう風うに、えー、自分に合ったレベルを調整しながら、えー、自分にねどんどん負荷をかけていって上達していただけるなと思います <laughs> はいこんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってくださいまたメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています パーカッションの情報を広めていくぞ、残していくぞという僕の活動にご支援、ご協力いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄のメンバーシップの内容を見ていただいて、メンバーになっていただけるととても嬉しいのでよろしくお願いします。はい、また毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思いますということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。